市議会の議長の就任祝賀会、ご成果本当におめでとうございます。同僚の佐藤勉衆議院議員、そして新市長になられました栃木市の鈴木市長はじめ多くの来賓の皆さんお越しでありますが、ご指名いただきましたので一言お祝いのご挨拶を申し上げたいと思っております。1週間前に参議院の選挙ございました。大変皆さんにもお世話になりましたが、 我々一番、これをですね、キャッチフレーズに戦ってまいりました。一番最初っていうのはいいなと思っております。大川先生、新栃木市が誕生して一番最初の議長になった。さらに、この栃木県内におきましては、女性の議長として一番、最初、こういう形であります。ちなみに今日7月18日は、私の初当選の日でもあります。 そして、この後、1週間前に、この栃木の参議院の選挙区で一番になりました、上野道子もやってまいります。いや、本当にありがとうございました。今、伊賀の公園会場の方から、一生懸命、何事にも一生懸命、こういう言葉がございました。この一生懸命という言葉、もともと、鎌倉時代に誕生したわけでありまして、当時のですね、いわゆる地頭であったりとか、そういう地主さん、 土地を与えられた人が一生懸命、自分の与えられた土地をですね、それに命がけで守る、こういうところから一生懸命、という言葉が来てるわけであります。ぜひ、大川議長にはですね、この最初の議長というですね、大変重要なポスト、まさに一生懸命でですね、頑張っていただきたい、大川議長のますますのご活躍、そして、新都市市のご発展、心より御記念申し上げまして、お祝いのご挨拶させていただきます。 おめでとうございます。